NTT 法の廃止に強い反発です。先週自民党が2025年度の通常国会をめどに NTT 法を廃止するとした提言をまとめたことについて KDDI など通信会社181社は今日反対を表明しました。提言について KDDI の高橋社長らは NTT 1社のみの意向に沿ったものだとして公社から巨額の資産を引き継いだ NTT との公正な競争や全国一律の固定電話サービスを守るためには NTT 法が必要だと訴えました。